はい、7日目の朝です。今日が最終日、というのか明日の朝、0時に、家に着く予定です。じゃないと高速が制限にならないからです。今日の宿なんだったっけ、H5 川口サービスエリアです。今日は、大河ドラマの天地人を巡りをするということで、この越後がゆかりの地ですね。越後、新潟県です。今、ずっと関越道を降りてきて長岡ジャンクション、その下に現在地とありますけど、越後川口サービスエリアです。この辺に金継ぐのなんかがあるそうで、その後上越の方に行って、春日山ですかを見て帰ってくるというコースですね。今日も約600キロほど走るということになると思います。朝、このサービスエリアほとんど車がいないですね。ガランとしてます。この越後川口サービスエリアにはこんな展望台があります。この展望台から信濃川、この信濃川が見えるんですね。わあ、すごいね。大河ですね。やっぱ雨が降ったから濁ってる。山々は、ガス取って綺麗に見えないですね。この越後のうどん、おつゆが真っ黒けです。いまいち美味しい。まだ早朝でサービスエリアのレストランはほとんど人がいないですね。もうでも6時20分なんですけどね。なんか言ってみろ。いまいち。南魚沼市、ここは名古屋景継が生まれたところで、ゆかりの地だそうです。したがって、天地人の垂れ幕看板、こればっかしですね。ここにも、はい、天地人、天地人博南魚沼、ここでとりあえずと。はい、ここは六日町駅構内です。これが謙信か、上杉謙信さんです。あ、こいつが金継ぐか、こっちまで続いてるやん。こっちのがその次の時代か、ここが南魚沼市市役所です。市役所、ここに直江金継ぐ構造、こんな顔しとったんですかね。で、こちらが上杉景勝公像。こんな顔です。で、ここに何が書いてあるんだ、読めません。本当にこの南魚沼市は天地人で大儲けしてるんでしょうね。今日もあの、天地人博すごい人が来ると思いますね。車が、駐車場がいっぱいできてました。この市役所の窓を見てください。この熱の入れようがよう分かりますね。もう。ポスターだらけ、ポスターで埋まってます。ここ
から天地人の博物館ですね。はい、上杉景勝、北村和也一家人、熊尾直江兼次、妻夫木そうというの、サトシ、今古いやつもあるじゃん。妻夫木記念撮影コーナーか、ここで記念撮影、ここがあるじゃんか、お前の好きなとこだ。運動案の駐車場です。思ったほど、思ったよりか車がいっぱい来てますね。はい、運動案と書いてありますね。金蔵山とも書いてあります。え、ここでちょっと写真撮ってある。ここが、影勝さんと影継さん、何だったら直江兼継かさんが、勉強した時ですね。子供の頃勉強したお寺です。大河ドラマで確かあったですね。ここが勉強した部屋、勉強してますね。あれがよろくとよろくとなんだあれ。騎兵寺、騎兵寺っていうのがあるだろ、影勝だろ、影勝よろくと。お寺、広いお寺ですね。これが本堂ですかね。この言われは何だ、長生きできるって何か書いてあるの。今より1300年前の右大臣藤原房前公の何とかと書いてある。読めんな。弁道っていうのか、これ何て読むんだ。はい、臨泉寺に到着です。立派なもんですね。ここに謙信さんの墓があるそうです。うわー、仁王さん、大きな仁王さんがおりますね。謙信と直筆やる、これも どれが春日屋あれ直筆、本当に、うん、これが仁王さんですね。昨日はい、これが臨泉寺の本堂ですね。謙信さんが祀ってあると思います。第一、ここにもあるじゃないか。これも謙信さんの直筆かな。こちらに謙信さんの墓があるということですね。あの上がきっとそうでしょう。上杉謙信公の墓と書いてありますね。ここに謙信さんが眠ってます。家来、あの後ろの、家来を見守ってます。
みんなこれ謙信さんにまつわる墓なんでしょうね。はい、加瀬山城跡に到着です。上に謙信さんの銅像もあります。今回これがもう最後の観光になるんだろうな。これが最後の観光です。春日神社の中です。謙信さんの絵画がありますね。第一に書いてあります。春日神社から結構上がってきてますけど、本丸の山頂、まだ上みたいですね。あちらに上越市ですかね、あれは。これが毘沙門堂ですね。ここが本丸跡ですね。うわー、向こうの景色がいいですね。上越市もやっぱあんまり大きな町じゃないな。高い建物がない。あっちに日本海が見えます。加瀬山城の本丸跡からの展望です。あっちが直江湖だ。直江屋敷何にもないですね。ここに直江家の屋敷があったんでしょうけど、これが屋敷跡と書いてあるんでしょうね。山城なんと書いてあるんだ。あ、山城の神宅跡。はい、この並びは帰りのバスの並びです。あの銅像のとこ行けんかったのが残念ですね。はい、春日山城跡の見学も終わって、今からひたすら家まで帰ります。約500キロあるかありますね。夜中の0時1000円をめがけて帰ります。まあゆっくり帰れると思います。先ほど捕まってしまったから二度と捕まらないようにゆっくり運転で帰ります。あ、今日だね、追い越し禁止で捕まっちゃったんです。頭に来る9000円。ケチケチしてきたのに9000円。ねえ、ケチケチ旅行が豪華に9000円。はい、じゃあ帰ります。また、無事着いたら撮りましょう。この汚い車、これはなんだね、昨日一昨日か、一昨日その前か、白神山地の砂利道を走ったあの後ですね。ひどい車になってます。よし、ここで写真を撮っとくか。海鮮日本海、回転寿司がありました。1時20分です。腹減ってます。500円とか。あ、100円の回転寿司じゃないんだ。今今日100円の回転寿司しか食ってないけど、ここは違うみたいですね。でもここにしよう。久しぶりの高いお寿司。これがネタです。久しぶりの。あの昔よく見た、あの皿の色で値段あっちある。安いやつか食っちゃいかんという。
中トロ、バイガイ、サーモン、カニ、これから まだまだ食いますよ。はい、5時58分、ここは地元巡り屋花園店到着です。全部で2634キロ走りました。先ほどガソリン入れたら260リッターかで、9.9 ということです。今日は高速1000円を実現しようと思いましたけど、上信越から360キロしかなかったんですが、そこは計算間違ってました。でもうこのまま来ちゃいました。上信越を出たのが1時半で6時ですね。だから4時間半か。4時間半で上信越から来ました。はい、ドライブ旅行の終わりです。